おはようございます。今日講師みたいなの来てくれてるから一応絵の下書きあるらしい、はい、そこに絵、はい、色を入れてもらって、はい、バリガチなやつ、バリ難易度何階でございます。超大丈夫。3歳ぐらいから入れました。この黒いとこ全部赤いのって、はい、シーバトシどうすか、はい、ちょっとまだ想像つかないですね、こうなる。なんでタイ選んだんですか。めでたい、めでたい。めでたいから、はい。センスありますよ。バッチリです。で次ここね、こうやってこれを今度混ぜて、このこんな感じでここを境目をね、はい、指でやるの得意ですね。そうですよ。指の先の力が強いのではすごく綺麗に、あ、自分で、ね、自分でタイとか釣ったことありますか。え、ちっちゃいのがあります。あ、釣りするんだ。釣りします。あ、釣りするんだ。タイ釣ったことあるんだ。その釣ったちっちゃいタイはどうされたんですか。リリースしました。大きくなって帰ってくる。さすが。じゃあ、はい、虎の模様と、はい、を花と虎の模様をこれで描いてください。はい、いきなり黒で描きますか、それともちょっと失敗したら柔らかにしたら描きますか。いや、一発でいきます。いきますか、はい、どんな目でもいいです。出てきました、ね、うまい。めちゃくちゃうまい。いいよいいよ。周りに何か好きな言葉を書いてください。何でもいいです。何でもいいです。はい、何書いてもいいです。今年の目標じゃないですか。自由なの。今年の目標ですか。
わなくていい？下の方にでも、英語でもいいし、ローマ字でもいいし、はい、サインでも何でも。完成です。完成です。はい、おはい、はい、自分いちご大好きなんで、はい、いちごマニアからして、はい、このいちごどうですか。いや、すごく美味しいです。沖縄にいちごあるって知らなかったんで、はい、確かにすごく美味しいです。普段結構スイーツとか食べますよ。そうですね、量高い出た時はいちごとパイナップルは絶対食べます。はい、超もう、そうです、まさに多いです。あいつもね、食堂も結構フルーツ置いてますもんね。はい、なかなかこんな囲まれてアイス食うことない、はい、恥ずかしいです。恥ずかしい、はい。ぜひ宜野座に来た時はこれを食べて、はい、道の駅に来てください。お、PR までできる、はい、球場から近いので。確かに、はい、5分ぐらいですもんね、はいはい、貢献してますね、宜野座に。めちゃくちゃ美味しい。お疲れ様です。お疲れ様です。あの、毎年恒例ではあるオフの新人休日を終えられましたけど、はい、率直にご感想いかがですか。はい、一人寂しいですね。そうですね、はい、確かに、まあ、この一軍キャンプに、はい、まあ、一人だけ椎葉投手参加している特権かなと思うんですが、はい、まあ、改めて第一クールを終えましたけど、はい、一軍キャンプいかがですか。そうです、自分がその小さい頃にプロ野球選手って正直なところ試合してていいなとか、自分ら練習しかなかったんでいいなと思ったんですけど、その1年間活躍するためにはこの2月のキャンプっていうのはこんだけ追い込んでからこそああいう結果が出るんだなっていうのはすごく感じました。じゃあ、まあ改めてプロ野球選手のまあ凄さじゃないんですけど、はい、あ、こんだけやるんだっていうのをまあ身をもって体験したというか。いや、本当めちゃくちゃみんなこう自分から練習するというか、自分がこれが足りないっていうのを一人一人分かってそれに対して取り組んでいるので、自分もそこはみんな合わないといけないなと思いました。まあ、そんな中でも柴田投手はあの最後まで残られて、まあウェイトとかも励みながらあの頑張ってるかなと思ったんですけど、ご自身の中でそういうまあテーマとかってなんかどんなことを重きを置いてたりしますか。今年のキャンプに対してですか。はいはい、いや、本当その中学校高校って怪我が自分多かったので、その怪我しない体を作りたいって思いで、そのトレーニングだったりとかストレッチっていうのは大事にやってます。うん、まあ、あの改めてですけど、今日あのチョークアートでも、はい、まあ、連覇日本一という、はい、まあ、目標を掲げた中で、はい、あの始まったキャンプですが、はい、まあ、最終的に、まあ、シーズンに向けてといいますか、これから先どのような、まあ、活躍というかプレーしていきたいですか。はい、そうですね、本当開幕一軍勝ち取って1年間怪我なくシーズンを終えて、まあ、タイガースの勝ちパターンはシーバー大必要だなって思われるぐらい信頼される投手に1年目からなれるよう頑張りたいと思っています。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。